この前テレビ欄に人生の切符緑光青汁って書いてて、あ、これ芸能人夫婦が半生振り返っておもろいな思って見てたら、突然青汁進めてくるやつやん。あの番組人生の切符って言うんや。これはちゃんと見なあかんと思って。ほんで人生の切符の時間になって、素敵な音楽鳴り始めて、ナレーターがええ声で言うんです。旅の切符って旅って読むんか。なんで切符側に寄せていくんや。まさかの難読やったんです。でもね、実際番組見て気づいたこともあって、考えすぎかもしれないですけど、みんな衣装に緑を差し色で入れてきてるんです。なんかさりげなく刷り込もうとしてきてるぞっていう。だって新沼謙治緑のジージャン着てるんですよ。本来紺色であるべきジージャンを緑に染め上げてまで印象に残そうとしてきとるんです。でもそのやり方で合ってんのか、遠回りすぎやせんかっていう謎も残るわけです。だからね、この番組どっかに緑が入ってるんじゃないかと思ってみると、ちょっとだけ楽しいんです。ディズニーで隠れミッキー探すみたいに、隠れ旅行探すのも楽しいですよ。